はい、マティです。パトリオットについてちょっと話していきたいと思います。ジープのパトリオットなんですけども、2012年の多分12月ぐらいまで日本で発売をされてました。で、前期と後期がありますね。そういった、ジープになります。なんか馴染みがない人が多いと思います。日本ではそんなに長い期間売られてるわけではなくて、2012年が最後だから2007年ぐらいから、まあ、10年も経たない5年6年ぐらいしか日本で売られてなかった種類のジープじゃないかなと思います。当時ですね、このジープパトリオットとそれとジープコンパスっていうのが出てて、まあ今ジープコンパスの方が生き残ってるって感じですかね。なので日本ではこのジープコンパスっていう方がパトリオットより受け入れられた人気があったんじゃないかなと思います。世界においてもですね、2017年か18年ぐらいまで実はこのパトリオットは継続して販売されてたみたいなんですけども、もう今はなくなっています。で、コンパスの方は、モデルチェンジをしてね生きているという感じですね。なのでもうこれ絶滅危惧車になりますね。当時はですね、女性向けっていうわけじゃないんですが、女性でも運転しやすいようなコンパクトでかつ、取り回しが効く、低燃費のジープということで販売されたみたいですね。で、2種類があって、1つはこのパトリオット、もう1つはコンパスという形で分かれていました。プラットフォームは一緒みたいですね。エンジンとかも一緒みたいです。こちらのパトリオットは、セブンスロットルで丸め、いわゆるラングラーのような顔を保っている。コンパスの方はどちらかと言ったら今となっては本当にもうジープチェロキーの方ですね、グランドチェロキーの方な形になってきてますよね。なのでこの武骨な、ジープラングラー顔が好きな人はこのパトリオットを選んだんじゃないかなと思います。多分、細かいところは違うんですが、燃費とか乗り心地はそんなに変わらなかったんじゃないかなと思っておりますね。で、本国っていうわけじゃないですけど、海外ではですね、ジープパトリオットローダウンの方が世に出てるか人気なんじゃないかなと、カスタムされてんじゃないかなと思います。リフトアップしてる、パトリオットあんまり見たことないですね。今回イマティはリフトアップの方をしてました。2インチのリフトアップなんで全体で5センチぐらいなんですね。そんなになんかこう目立ってリフトアップってわけじゃないんですが、ただ乗ればですね、乗り心地はだいぶノーマルと違って目線も高くなってるし、ちょっとね四駆を乗ってる感があるのと、段差であったりラフロード、オフロード、全然走りやすくなりましたね。まあラフロード、オフロードを走ることはほとんどないんですけども、まあちょっとね、雨が大雨が降った時の水たまりとかいうのはクリアしやすくなったりとかしてます。で、見た目もね、まあノーマルの時は本当コンパクトコンパクトしてましたが、まあ、ちょっとね上がるだけでゴツ感が出たんじゃないかな。まあ、それとこのアルミと、タイヤですね、これもちょっとごついのをねはめてますので、まあ、ゴツ感が出てるんじゃないかなと思います。もう今はないジオランダーの ATS はめてます。横浜のジオランダーの ATS ね、大きさは16インチですね。16インチのタイヤになります。235-70-16 ですね。これが今マッチしてます。で、これスペーサーかまさずに入ってますね、このごついのが。今日は改めてパトリオットの外装の方を見ていただいてます。ちなみにですね、このドアノブ、これはもともと白色かな、ボディと一緒の白色だったんですけども、ドアノブのカバーを買ってきて、それを黒に塗って黒のようにしました。そして特徴的なこのグリルですね、グリルも、同系色の白だったんですけども、実はこれカッティングシートで黒にしてます。で、目玉周りとこのスロットル周りは、もうちょっとね劣化してきてますけども、こういうパーツをつけてね、ちょっと立体感を出してますね。このパーツなんかは、メルカリで買ったんかな、3000円ぐらいで買いました。新品もアマゾンとかで売っています。新品だとどれぐらいやろ、1万円とかすんのかな。でもそんなに高いと、高いような部品じゃないですね。あのドアノブの部品もこれ4つついてて、どれぐらいだったかな、新品でアマゾンで買って3000円しなかったと思います。はい、それを自分で塗りました。なのでよく使うね、この運転席のところはもう剥げてきて、元々のシルバーが見えてきてますね。これちょっとかっこ悪いですけども。あ、それとですね、パトリオットはやっぱし、ジープアメリカの車なので、左ハンドルなんですね、元々は。なのでドアの鍵は助手席についてます。助手席に。そしてボンネットオープナーも助手席の下にねありますね。それがまあ左ハンドルだった時の名残じゃないでしょうか。はい、ということで本日はパトリオットを紹介させていただいてます。
このパトリオットなんですけども、いろいろと今まで、故障やトラブルの修理をしてきました。それは今 T チャンネルに、その都度ね出してますので見ていただければと思うんですけども、例えばこのテールランプが切れたよっていう時は、実は工具なしで外せます、交換できます。オートバックスに行って電球だけ、300円とか400円で買ってくれば工具なしでできます。あとはですね、内装の方はね、ハンドル周りのカバーとかまた付けたりしてるんですけども、まあ、そんな程度でほぼほぼノーマルのパトリオットの良さの形を生かしてます。2インチアップしてる、タイヤホイールを変えてるぐらいですね。あとね、乗ってて注意するようなことは特にはないんですが、まあやっぱしね、大事に乗った方がいいような気がします。無茶な乗り方したらちょっとね、ガタが来そうな感じなんで、音ものすごく注意してますね。乗っててなんかちょっと変な音がするな、違和感するなとかね、エンジンの音であったり、きしみの音であったりとか、足前の音であったりとか、タイヤからのノイズであったりとか、なんかね、その音はちょっとね気にしてますね。なので乗りたくしてですね、まずは自分のパトリオットの、ノーマルな正常になった時のこう音、また乗るフィーリングっていうのを、もし体に染み付かせといたら、ちょっとしたね音の変化とかにすぐ気づけるようになると思います。でやっぱ音が変だなと思ったら、どっかダメやと思うんですよ。そうなったらもうね、ちょっと様子見ようかじゃなくて、すぐに連絡して行きつけの修理屋さんとか持って行った方がいいですね。 できたら頑張って個人でやってて気の許せるような車屋さん見つけといた方がいいと思いますね。ディーラーさんちゃんとやってくれると思いますけども、すごく時間がかかるのと結構お金高いですね、ディーラーさんはね。だからやっぱりディーラーに頼ってっていうのが一番いいかもしれないんですが、まあ同じ車なんで、車屋さん、信頼できる車屋さん、友達作ってね、そこにいち早くいつでも気兼ねなく相談できるような関係を作ったら、まあ安心してこういう車に乗れるんじゃないかなと思います。まあ、パトリオットに関しては今 T チャンネルでね、いろいろとトラブルがあるたびに、どういうトラブルでどういう対応をしたとかいうのを出させていただいているので、見ていただければと思うんですけども、まあそんなに気にするようなトラブルはなかったです。やはり10年以上経ってて10万キロ以上走っているので、消耗品の劣化は当然ありますね。ブッシュ類、ゴム類であったりとか、あとは、チェーン類であったりとか、まあ、そういうところのね劣化とか切れたりとかいうのあります。なのでパワーステアリングのね、ベルトが切れて、いきなりハンドルが動かなくなったっていうのがありました。それもね、もしかしたら、早めに気づいとけば対応できたかもしれないですけどね、まあ、ちょっとそこ上級者かもしれませんね、そこに気づくのは。まあ、そんな感じで、いろいろありましたけども、もう何年これ買って5年ぐらいになるんかな、もうすぐ。いやー、未だにもう大好きで気に入ってますね、パトリオットちゃん、いいですよ。まあ皆さんもね、今パトリオット玉数そんなにはないと思いますけども、実は安くなってますので、この車が高騰している中、不人気車なんかどうか分かんないですけども、パトリオット安くなってます、ね、ジープオーナーという、言葉をね、使うには本当にねコスパのいい車だと思います。何乗ってんの言われたら、俺ジープ乗ってると堂々と言っていただければね、いいんじゃないかなと思いますので、そして乗りやすい、日本の道路事情にも合うようなコンパクトなサイズです。そういったねジープがこのジープパトリオットだと思いますので、皆さんも機会があればネットでね探してもらって、興味あれば店に見に行って、気に入ったら一緒にねパトリオットオーナーとしてね、パトリオットライフを楽しんでいただければと。ということで今日はつらつらと喋りましたが、久々にパトリオットの紹介でした。ということで今 T チャンネルでした。また。